これは世界一のサッカー選手になることを夢見てひたむきにゴールを目指すサッカー少年の物語である。俺大空翼今日越してきたんだ。翼ジェス転校生ね。何年生？うん、練習できないのはサッカー部が弱いからだろうが。なんだと？この前の試合の約束を忘れたのか。俺たちはお前ら南葛賞に10点差をつけて勝った。なれ勝負だと？アホかお前、さっきの若林のプレーを見たろ。だから勝負。はな、おーいみんな、翼、翼じゃねえか。南葛のキャプテン大空翼くんがみんなを激励か。こりゃいい絵になるぞ。それよし、俺に持ってこい。さら何それ、バッサヒュンガだ。ノートラップでタイガーショットだ。任せたぞ若林。さあヒュンガ君、シュート体勢に入る。この試合最初のシュートは全日本。行くぜ若林、挨拶代わりだ。ペナルティーエリアの外からのタイガーショット。来たよ、みんなとやりたくて。翼くん、間に合ったみたいですね。くしくも対戦相手は4年前カタールでロスタイムに同点ゴールを決められたイラク。後半も45分を過ぎてあとはロスタイムのみ。三崎ドリブルで上がる。ゴール前へ折り返すことができるのか。日本のツートップ、ヒューガと新田がゴール前へ走り込む。三崎バランスを崩しながらもセンタリング。うまい、新田ヘディングでシュートと見せかけヒューガに。ワールドカップへ。俺の夢、ワールドカップへ。よし、クロスボールだ。くらえ、そうはいくか。すまさん、あんたたちの得意なスポーツで来い。俺はペナルティーエリアの外からならどんなボールでも防げる自信がある。ヒューガ、キャプテン小次郎。兄ちゃん、これが翼のサッカー。いや、これが本当のサッカーだ。行け、オーバーヘッド。ショットだ。ヒューガ君シュートを放った。
君、全力を振り絞って最後のドライブシュート。翼、サッカーの天才児大空翼、最後に勝つのはやっぱりお前か。